はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は遊戯王マスターデュエルラジオのお時間でございまして、トークバラエティとなっておりますんでご了承ください。はい、本日のトークテーマはこちら、正解場忘れてるんじゃね、ランキングトップ8。こちらのねトークテーマで話していこうと思います。個人的に、完全に個人的な見解によって、これこのカードなんで規制されてる、もう良くないみたいな、あのカードをちょっといくつかピックアップしてきたんでご紹介していこうかなと、はい、いうふうに思ってます。皆さんもぜひどう思ったか、そしてこのカードもういいだろみたいなカードがあればね、最後コメント欄で教えていただければなというふうに思ってますんで、やっていきましょう。はい、まずは第8位、第8位ずっと見えてましたけども、黄金鏡のコンキスタドール、これ忘れてるでしょ絶対運営くんこれ忘れてるでしょ。これね、どういう純正義なんて背景があるかっていうと、あのマスターデールのその最初期の方ですね、エルドリッチのデッキが全盛期で、やっぱ永続トラップが強かったんですよね、あの時ね。で最近やっぱ永続トラップが、まあ、ルーンの影響もあるんですけど、どんどん追加強化されてまして、エルドリッチってほんとそのためにね弱体化食らってるんですよね、実質。だからエルドもその結局永続罠で相手をロックして戦うタイプのデッキだったから、永続規制が大幅弱体化っていうことで、まあ、エドルッチがずっと弱体化してるにもかかわらず、こいつは一生帰ってこないと。結論、もう良くないですか、もう許してあげません個人的にね、エルドレッチの自体のギミックって結構好きなんですよ。その墓地の魔法トラップカードでリソース作って、エルド本体とのコンボで相手のカードを除去るっていう性能はすごい好きなんだけど、結局、あ、ちなみにあの永続トラップは別にそんなに好きではありません。はい、使われるのは、まあ、使うのは好きですけど、はい。なんで、多分ね、これね、これシンプルに多分忘れてる。だから多分次の制限改定で多分これ3枚になるから、ああ、見といて。第7位、テラナイト、プトレマイオス。まあ、これはね、背景はもうよくわかるんですよ。この禁止になった背景ね。テラナイトなどが活躍していた2015年の当時の環境で、まあ、大活躍していたと。まあ、全デュエリストが使っていたと言っても過言じゃないんでしょうか。効果は、ちなみに簡単に説明すると、エクシスイが、まあ、3つ以上あれば、なんかフリーチェーンで自分以外のエクシスモンスターに変身できるみたいな効果になってましてですね。まあ、プトレノバインフィニティみたいな呪文聞いたことあるんじゃないでしょうか、皆さんもね。サイバードラゴンインフィニティとか、あと、まあ、セイクトプレアデスみたいなモンスターになって妨害を構えるっていう、まあ、そういうモンスターだったんですけども、まあ、要はランク4デッキから、まあ、ランク5を出せるみたいな、神カードでした。はい。で、まあ、現代遊戯王において、このカードがどうかという話なんですよ。3素材使って、ランク5になる効果、そんな強いぶっちゃけですよ、そんな強くなくない。多分ね、素材3つ用意できるんだったらね、もっとやばいことできる、多分もっとやばいことできる、うんうん、多分先行暗記とか制圧とかもっとやばいことできる、うん、相手のターンにもちろん使えるっていうのと、あとフリーチェーンで使えるっていう効果めっちゃ強いんですけど、プトリマイオス君ね。まあ、ただね、その今後世界の終わり級のランク5が出てきたらちょっと話変わってくると思うんですけど、実際解除されてさ、これ制限カードになってさ、使われてるかって言われるとさ、使われてないじゃん、ぶっちゃけ。これ使ってる人も見ないんだよね、相手に出されたことほぼなくて。俺だからね、多分ね、こいつ解除してもなんか何の問題もないと思う。あ、ちなみにターンスキップの方の効果は7個スライド取り除くターンスキップできるって効果あるんですけど、そっちの方はなんかそのコンボデッカーとかではよく使ってるね。うん、俺も動画にしたし。だからまあ多分ネタレッカーとかコンボデッカーのおもちゃになるぐらいの感じで、多分ガチ関係で使われることないんじゃないかなと個人的には思ってるんで、まあ、これはまあ2枚でも3枚でも変わんなくねと思ってます。破滅竜ガンドラクロス、そろそろ返してくんねえかそろそろよくない、返してくんねえかな。これこれどういうね背景で禁止になってるかというと、まあ、これ先行暗記ですね。先行案件の申し子となってまして、この2018年頃かな、守護竜が生きていた頃のドラゴンリンクで大活躍していたモンスターで、なんかレッドアイズダークネスメタル、まあ、通称レダメとか、あとダークマターとかエクリプスバイバーみたい なんか犯罪ドラゴンモンスターがいっぱいいるんですけど、その犯罪的ドラゴンモンスターたちが生きていた頃に、そのアークロードのなんかリンク先に、なんかでかいモンスターいっぱい出して、でアークロードの手上げて、でアークロードのをガンドラクロスで射出してワンキルするみたいな、射出っていうか、まあ、爆破してワンキルするみたいなコンボがあったんですよ。これが結構大会環境とかで活躍してるレベルで強くて、はい、
まああのあのデッキワンキルでキープしても制圧に切り替えればいいみたいなさ、今の超獣武者みたいなことしてきたかな。だからすげえ強くて、でこれが問題になって禁止になったカードなんですね。で元々の実はね、これねカードのテキストが海外と OCG で違くて、海外テキストだとこの元々の攻撃力ってちゃんと書いてあるんですけど、なんかね OCG の、そのガンドラクロスはねこの元々のじゃなかったんですよ。破壊したモンスターのうち攻撃力が一番高いモンスターの数値分のダメージを与えるみたいな効果だったんですよね。これがね元々のって書いてあると何が起きるかっていうと、なんかめちゃくちゃワンキルむずくなるんですよ。先行ワンキルが攻撃力がハテナのモンスターとかは墓地参照になるから、この効果がだからそのダメージがゼロになっちゃってワンキルできなかったりして、だから単純に元々の攻撃力が一番高いモンスターをあの破壊するしかないんですよ。だから海外テキストにあのエラッタすることによって、まあ帰ってこれたみたいな OCG でね。まあなんかねマスターデュエルでもテキストだけはこの変更されててなんか一生帰ってこないから、ちょそろそろ返せという話。これなんでかっていうとね、あのね僕ね大好きなモンスターいるんですよ。ガンドラギガレーズっていうモンスターがいるんですけど、こいつのね効果がねガンドラクロスがいないと黒に発揮できないんですよこれ。はい、今ねなんかスーパーサイヤ人2ぐらいまでしかいけなくて、そのねあのガンドラクロスが来ないとスーパーサイヤ人3になれないんですよだからこれがないと魔人ブーに勝てないから、魔人ブーに勝つためにやっぱスーパーサイヤ人3が必要なんですね。だからちょっと早めに返してください。第5位サイバーポット。これさもう遅いだろ現代遊戯王でこのリバースモンスターとか。ちょっとねあのこの禁止だった背景をあの説明すると、一応ねもうなんかこれ本当にもう盛らずに江戸時代ぐらいのカードなんですよこれ。江戸時代ぐらいのカードマジで、2004年3月頃になんか禁止になってらしくて、遊戯王ウィキ見たら遊戯王史上初めて禁止カードとされたカードの1枚であると書いてました。はい、まあ、盤面をねもちろん荒らす能力がめっちゃ高いと思うし、まあ、小学生ぐらいの頃のあの竜少年はなんかこのカードがエースカードだったんですよねなんですけど現代遊戯王ではこれどうかという話。まずですね、さっきも言ったようにリバーステーマ遅い、さすがに。まあ戦術機とかサブテラーとか、まあ、サポートは豊富だとは思うんだけど、このカードをわざわざそのデッキに入れて使うかと言われると怪しいよね。もっと強いリバースモンスターでたくさんいるんですよ。僕ちなみにリバースモンスターで好きなモンスターは真空イタチ、ガードロック、デウスエクスクローラーの3種類なんですけど、この3体とかもよいもっと強いじゃん。サイバーポットをリバースしてる暇あったら他のモンスターリバースしたら勝てるみたいな話があって、やっぱね現代遊戯王においてはこういうカードってどっちかっていうと面白コンボ系カードの位置づけになるんじゃないかと思ってて、これが環境で活躍するかって言われると怪しくね。さすがにリバースする前にさ破壊されるか無効にされるかどっちかなんじゃないかなと思うんだよね。だからさこれは返していいと俺思ってんだよね。ちなみに海外ではですよ、海外ではサイバーポットは2022年の10月に制限復帰した。ただ活躍してるって話は聞いたことない。個人的にはもうなんかリバースモンスターなんか大体全部返していいんじゃないかと思ってます。個人的にはね。心変わり。もう良くないですかこれ。これもう良くない。さすがに、もう無制限でいいレベルのカードだと思うけどね。これマスターデュエルってさ、サイド性があるカードゲームじゃないから、これをメインからぶっ込むかっていうと怪しいよね正直。そもそもさ基本的にその高校まくる用のカードだからさ、このカードってその先行で腐るカードじゃないですかこれね。引いても結局ね相手のフィードジョンモンスターいないから、だからあもちろん先行ワンキルで相手のモンスターに送りつけてそれをパクるとかそういうのはできるかもしれないけど、まあそれは正直そのファンデッキレベルだと思うからさ。だからどっちかっていうと高校まくりの要素があって、高校まくりだったらね心変わり以外にもね強いカードほんと山ほどあるんですよ。ほんとエベレストできるぐらいあると思うんだよね多分ね。結界派、拮抗勝負、超融合、なんかその他もろもろ、なんかその思いつく限り上げていけばの何億枚って出てくると思うんだけど、もはやねそういうレベルでやっぱ心変わりかと言われると怪しいじゃん今高校まくりカードって。だから今さらこれ3積みするデッキってさ、マジで高校全振り NTR デッキみたいなのしかないと思うんだよね。そんなデッキ使ってるやついる見たことないんだけど俺。でこれはさもう3枚でも0枚でもそんな変わんないから、まあちょっとさっさとね解除していいんじゃないかなと、はい、思ってます。ヤタガラス解除されたけど見ろ誰も使ってないぞ誰も使ってないぞマジで。
解除されて息をよど使ってるマジで龍実況チャンネル以外見たことないわ。まあこれ禁止の背景なんですけど、これはまあ有名ですよね。そのカオスエンペラーとかさ、ブラックホールとかさ、全部っぱしてさ、フィールドカード全部流してからヤタガラス召喚してロックかけて一緒殴り続けるみたいなさ、あのコートができたから、まああの要はヤタロックと言われてるデッキ、これいつですか、2004年とかですか、だいぶ前だと思うんですけど、まあそもそもなんですけど、このヤタガラスの効果、戦闘ダメージを与えた場合、次の相手のドローフェーズスキップするってことなんですけど、戦闘ダメージ後にドローロックできるんだから他にモンスター召喚して勝ってませんですよね。ヤタガラスわざわざ召喚して殴って200ダメージ与えて、うおドロースキップって言ってるんだったら他のモンスター召喚して勝てよという話があると思うんですよね。現代遊戯を結局こいつの効果通るんだったら他のカードで絶対勝ってるっていうね、まあ、これがインフレってやつだと思うんだけど、性能がやっぱり、ね、特殊召喚できないっていう縛りもあって、やっぱねスプリットモンスターだからさ、これこのカードやっぱ江戸時代なのよね。性能が江戸時代だから、まあ、多分ねこれで100枚デッキに投入しても許されると思うわ。時の封印、これ2006年くらいからずっと禁止らしいんですけど、なんかあの無制限からね、なんか一気に禁止になった初めてのカードらしいこれ。あのまあ他にもいっぱいあると思うんだけど、まあその中の1枚らしいわ。ちなみに効果ね、次の相手のドローフェーズをスキップするっていう効果なんだけどさ、これさ弱くね。まあ弱くはないか、別に弱くないかもしれないけど、そのいきなり打てないじゃん。そのドローフェーズスキップする系のカードってさ、まあ、特にトラップカードだからさ、これって相手のドローフェーズには打てないから、まあ、こっちのターンで打つしかないんですよ。だからまあ普通にセットしたら打てるのはまあもう次のターンですよね、になっちゃうと。まあもちろん先行でセットしたカード打てるよっていう、なんかその奥義の神殿とか、まあ、ラビリンスのなんかクックロックみたいなカードがあれば一応打てるは打てるんですけど、ただね、それ果たして強いかと言われると怪しくない？そのさ、結局さ、ドローフェーズスキップしたところで、その手札5枚が強かったら意味ないから、相手の5枚が。だから、まあその相手のカード除去るとかさ、まあ、ハンデスとかってわかるけど、そのドローフェーズスキップって微妙なんだよな。まあこれ当時はですね、ちなみに、ビクトリードラゴンとかが活躍していた時代らしくて、そのマッチキルをするために、その時を封印で相手のドローをロックして、ビクトリードラゴンを召喚する時間稼ぐみたいなね。まあ、そんな感じ の, あのコンボも、なんかその闇の仮面とつくよみで、あの無限にトラップ回収して、なんか時の封印一生打つみたいなコンボをしてたらしいんですけど、もういつの時代ですかっていう話。江戸時代ですよ、本当に。戦術が。これ来てもね、多分ね、クソレッカーしか使わんし、環境で活躍するようなことはないんで、多分ね。OCG だとこれ帰ってきてますけど、誰も使ってないんで、マジで。誰も使ってないですか。使ってる人いるかもしれないけど、まあ、結果を残してるかと言われると怪しいので、まあ、多分ね、これは返してもいいですね、別にね。はい。ちなみに、帰ってきたら悪用する気は満々。なんなら、悪用したいから、早く返せって言ってるまである。前半ですして、ドロースキップしてやるよ。プランキッズミュー。もう、良くないですか。許していただけません。マジでこれ。いつまで1なの。これマジでいつまで1なんだこれ。これちなみにこの1位になった背景なんですけども、マサデルの、まあ、最初期ですね、プランキッズが活躍していて、まあそのこの活躍を抑制するためのあの規制だったと、記憶しています。 OCG だと2022年の1月に制限になって、なんか1年半後の2023年の7月に、準制限に復帰しているという感じらしい。マスターディールでは2022年の8月に、制限になって以降ずっと永遠に1のまま。これね、俺これこそね、運営忘れてると思うんだよね。このプランキッズミューの存在、多分ね、運営忘れてる多分だけど。環境さ、結構今デフレしてるからさ、もしかしたらプランキッズミュー、まあ、2枚になったらまあ活躍できる可能性もなきにしもあらずだし、まあ、循環境くらいまでいけんのかな。それでもいけないレベルだけどね、ぶっちゃけ。だから、まあ、これは返してあげてもいいかなと個人的には思っています。いや、これマジで忘れてると思うんだよな。今後プランキッズ強化を予定していて、なんかそれと同時に解除するって言うんだったら許すわ。それ以外許さんから。次の解除でプランキッズミュー帰ってこんかったら俺は投げるぞ。誰よ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ちょっと個人的な意見と見解があまりにも多かったんですけども、皆さんもね、ぜひね、これもよくねみたいなカードあったら、ちょっとあのコメント欄で書いてください。あの僕もちょっと考察してみますんで、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。